はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。連日東京オリンピックもう大盛況、僕もね時間があればひたすら見てます。金メダルラッシュ本当にね素晴らしい。やっぱり開催してねよかったなと思います。なんか楽しいですよね普通に。そしてその中でもやはり日本の金メダルラッシュの、まあ、大きな要因といえばやはり柔道。僕もね昔柔道やってたことあって柔道を見るの本当大好きなんですけど、もう本当強いね。特に男子金メダル量産しまくり、まあ、女子もですけどもちろん本当に現時点でね日本勢金メダル6個かな、柔道だけで取ってるわけなんですけども、まあ、やはり柔道といえばね日本発祥で、まあ、日本にこう利があると。まあ、ただ人口的に言えばね、もうフランスの方が日本の柔道人口のね、4倍いるとかって話聞きますけど、まあやっぱり日本発祥ということで、日本強い。もうそんな中でね、僕ね、ある疑問が浮かんできたんですよ。それはね、僕が、まあ、ずっとやってた相撲。相撲はオリンピックの競技ではない。ですが、もしね、相撲がオリンピックの競技だったら、何個金メダル取れるのかなっていうのが気になったので、まあ今日はちょっとね、過去のデータとかまあいろいろ見て、もし相撲がオリンピック競技だったら日本勢は何個メダル取れるのかというねことを考えていきたいんですが、まあ、その中でね、まあ、今日はねこういったトピックについて話していきたいと思います。バン。まずは相撲の世界大会について、そして世界の相撲の強豪国について、さらに過去の世界大会の結果、そして最後にメダルの予想、まあ、あとはね世界大会の現状とかそういうのを話していきたいと思います。はい、まず相撲のね世界大会についてなんですけども、これね知らない人も多いと思うんですけども、多くの人が思ってる相撲ってねやっぱり大相撲だと思うんですよね。まあそれかまあ高校相撲、大学相撲、アマチュア相撲なんですけども、まあ相撲のね世界大会なんてあるのかってね思ってる人もいるかもしれないんですけど、実はねこれがあります。まあこういう話をしてるからあるんですけども、過去ね男子は23回、女子はね14回開催されています。もうほぼ毎年開かれてて、もうかなりね盛り上がる大会となっています。でこちらに出場できるのが、もちろん大相撲の力士は出場できません。なのでアマチュア相撲の大会となっています。まあ、さらにね18歳以下のジュニアの大会もあるということで、こちらも女子合わせて男子の世界選手権、女子の世界選手権、そして男子のジュニアの世界選手権、女子のジュニアの世界選手権ということで4つのね大会が、まあ、開かれるのが世界大会の、まあ、恒例となっています。大体これはね2日にかけてやるのが、まあ、相撲の世界大会という感じですね。アマチュアの大会ということで、まあ、日本人はね大体大学生とか、まあ、社会人で相撲やってる人とかが、まあ、出ますね。ジュニアの大会は高校生以下、まあ、アマチュアの大会と言ったんですが、過去にはねプロで大活躍した人気力士もたくさん出ているということで、まあ、かなりねレベルの高い大会となっています。まあ、最近で言えば、まあ、炎鵬関とか、まあ、豊山関、昔ちょっと遡れば琴美月関、早手海関とか、まあ、出島さんなんかもね出てたりして、まあ、当時ね大学生だった後に大相撲入りして活躍した選手たちが、まあ、たくさん出てて非常にレベルの高い大会となっています。そして大相撲、皆さんご存知の通り、まあ、体重別とかないんですけども、まあ高校ね大学とかもまああったりなかったりなんですけども、この世界大会においては5個の階級に男女ともに分かれています。まあその内容がまあこんな感じなんですけども、まあ軽量級、中量級、軽重量級、重量級、無差別ということで5個の階級に分かれています。まあこれね2018年以前はまあ4階級だったんですけどもね、2019年前回の大会から、まあ去年2020年はなかったので前回の大会からまあ5つに分かれたということで、まあ最大ね男女10人のね金メダリストがまあ誕生する可能性があると、そういうことですね。さらに個人戦だけじゃなくて団体戦もあるんですよ。これがまあ3人制の団体戦で男女ともに、まあ2点勝った方の、2人勝った方の勝ちという、まあそのポイント制の団体戦があって、まあこちらもかなり盛り上がる競技となっています。場所はもう年によってバラバラなんですけども、まあ一番最後の大会はね日本の大阪でやったんですけども、その前は台湾だったり、その前はモンゴルだったりと、まあヨーロッパの方行ったりとか、まあ世界各地でねやっていて、まあ非常にいい大会となっています。まあ、そしてね世界相撲連盟という組織がこの大会を運営してるんですけども、まあ、世界相撲連盟はね実はねこの相撲っていうものをオリンピック競技にするために、まあ、ずっとね長らく活動してきたんですけども、まあ、現在ねまあ皆さんご存知の通り相撲っていうのはねなかなかオリンピック競技には慣れていないということで、
まあ、僕もね相撲経験者としてはね非常に残念なんですけども、まあ、今日はねもしオリンピックに相撲が追加されていたらという話で進めていきたいと思うので、まあ、これを見てね皆さんも、ね、相撲をオリンピックに追加するべきだと思ったら、まあ、高評価なりチャンネル登録をお願いいたします。世界の相撲強豪国ということで、まあ、まず真っ先に上がるのは、なんといっても日本。日本はね、やっぱ強い。圧倒的に強い。相撲人口がもう圧倒的ですからね。稽古環境ももちろんだし、やっぱね、圧倒的に日本が強いんですけども、他にもね、強い国はいくつかあって、まあ、それがね、まあ、ロシア、そしてモンゴル。この二つの国も強いですね。特にロシアが強いかな。最近はね、ロシアがすごく強いんですよね。まあ、この日本、ロシア、モンゴルっていうのが、まあ、このアマチュアレベルの大会で、まあ、3強、トップ3なのかなって思いますね。まあ、メダリスト見てもね、やっぱロシア、日本、モンゴルの誰か、みたいな感じが多いですね。ロシアはね、特にほんと強くて、みんなね、でかいんですよね。まあ、男女ともにでかくて、男子の選手はもう2メートル200キロなんてザラだし、女子の選手でも185センチ、170キロみたいなね、そんなね、すごいでっかい人が出てくるぐらい、どうしたらそんなでかくなるんだぐらいのね、女性がいたりして、まあかなり強いですね。モンゴルはね、やっぱり相撲っていうのが、まあ、盛ん、モンゴル相撲も盛んですし、日本の相撲も、まあ日本にも多くね、留学生が来たりということで、かなり強いと。まああとはね、ポーランドとかね、ウクライナとか、まあそういう、東ヨーロッパのね、国が強い印象がありますね。最近はね、ブラジルとかも強いのかな。まあ、僕がね、いたアメリカっていうのは、まあ世界的に見るとね、まあ個人個人では頑張ってる人も、結果残し、たまに結果残してる人もいるんですけど、まあ国として見るとね、まだまだかなって思いますね。さあ、そして、過去の大会の結果を見ていきましょう。まずはね、男子の直近5大会の個人戦の成績がこんな感じドンとなっております。まあ、2018年以前は4階級ということで、まあ、マックスでもね4つメダルが取れるということなんですけども、これ皆さんどうですかね。意外と頑張ってるなって感じですか、それとも日本相撲発祥なのにもうちょいみたいな、もうちょい頑張ろうよみたいな、どっちなんでしょうかね。まあ僕はねどっちの意見もあるんですけども、まあ、やっぱりね、まあ、僕も世界大会とか何回か見て思ったんですけども、やっぱね他の国も強いね。まあ直近で言うと2019年、金メダル1つ銀メダル3つということで、まあメダルはねもちろんたくさん取るんですが、なかなかね優勝っていうのが難しいと、まあそういう状況なのかなって感じですね。まあこれは個人戦の結果なんですけど、団体戦の結果がこんな感じなんですよね。そしてね団体戦は日本はね23回の開催のうち16回金メダル取ってます。ほぼ日本、ほとんど日本が優勝してるんですが、ですが過去ね10年で見ると優勝はね日本が4回、そして、まあ、さっきも言ったロシアがね6回優勝してるんですよね。まあ、日本かロシアしか優勝してないんですけども、まあ、直近のね2019年でも決勝戦はね日本対ロシアで、まあ、ロシアが勝ったり、まあ、その前の年はね、まあ、同じく日本対ロシア決勝戦で日本が勝ったりしたんですけども、もう本当ね、日本かロシアのどっちか。で、ちょっとロシア優勢みたいな時期が続いてますね。大会が始まった当初とかはもうずっと日本だったんですよ。何年も日本だったんですけども、やっぱり他の国がね、追いついてきたっていうのもあるので、まあ、なかなかね、日本も最近は盤石ではないって感じですね。まあ、逆に言えば、まあ、ロシア以外の国には、そうそうはね、苦戦はしないんですけども、このロシアっていうのがね、とにかく強い。さあ次はね女子の結果見ていきましょう。女子のね直近5年の個人戦の結果がこんな感じ。まあ、まさかのね直近5年女子金メダルゼロということで、もちろんね頑張ってはいるんですよね。2019年なんて5階級のうち全てでメダル取ってる、銀メダル2つ銅メダル3つということで、もう本当にめちゃくちゃ頑張ってるんですけども、なかなかね金メダルをね取ることができない。まあ、この要因はね日本のね女子が弱いってわけでもなくて、やっぱりね東ヨーロッパのね選手が強いんですよね。ロシアだったり、まあ、ウクライナだったりポーランドだったりっていう、これらの国がねまあでかくて強いんだよね。ちょっとなんかアホみたいな言い方なんだけど、マジででかくて強いんだよな。さっきも言ったんだけど、女性でも185、160キロ、170キロみたいな選手が多かったりとか、
まあ、あとはね、その体重別の階級でもやっぱりね、向こうのね、東ヨーロッパの選手ってのは強いね。原因はね、もう女子の相撲あんまり分かんないからあれですけど、ということでね、女子はね、なかなかね、金メダルっていうのがまあ取れてませんね。そして女子のね、団体戦の成績がなんとね、14回今まで開催された中で日本の金メダルはね、わずか2回ということで、まあ、かなり苦戦していると。やはりこちらもね、ロシアが強い。ロシアは14回のうち9回優勝してる。さらに現在3連覇中ということで、まあロシアって感じだね。特に団体戦は体重の制限がないということで、もう本当にロシア人の女性3人ともでかいみたいな。なんか他のチーム対戦してても大人と子供の対戦になってるような、まあそんぐらいの見た目がね、すごい差があるんですよ。まあでかいって正義だなって思いますね。まあ日本はね、メダル取るんですよ、もちろん。日本の女子も2年連続銀メダルとか取ってるんですが、団体戦でね、なかなかね、このロシアに勝てないね。はい。まあ、過去のね、大会の結果を皆さんに見てもらっても分かる通り、もうロシアが強いね、尽きるね。うん。特に女子。特に女子はロシアが強い。まあ、男子は日本勢もね、頑張って金メダル取ったりするんだけども、まあ、なかなかね、もう総なめというわけにはいきません。これはね、世界のレベルがね、上がってるっていうこともある。日本人が弱いわけじゃないですね。まあ、はい。これらを見て、日本の金メダル、何個取れるのか。まあ、もしね、このまま、この大会がそっくりオリンピックの種目になったとしたら、まあ、男女ともに体重別5階級、そして団体戦1個ずつということで、まあ、マックスで日本がね、12個金メダル取れる可能性があるわけですよね。まあ、そうだな。まあ、男女ともに、多分全階級でメダルは取れると思うんですよね。やっぱ日本人強いし、メダルは確実に、どの階級でも期待できるぐらいのレベルではあるとは思うんですが、金メダルとなるとね、どうだろうな。男子の個人戦5階級のうち、まあ3取れたらいい方じゃないかな。5分の3か。5分の3取れたら上出来って感じ。そして女性は、まあ現状1個取れたら御の字なのかなって思っちゃいますね。だから男子3、女子の個人戦1で4か。あとは団体戦だね。男子の団体戦はかなり優勝のチャンス、実績見てもあるから、まあ、ここはね、取ってほしい。女子はめちゃくちゃ頑張れば取れる。ということで、まあ、ここもね、団体戦は男女ともに金メダルという計算でいくと、まあ、かなり身内びいきなあれですけども、12個のうち、男子の個人戦3、女子の個人戦1、で団体11で、まあ、6は取れるんじゃないかな。6、金メダルが6個増えます。まあ、これは俺の身内びいきな予想なんですけども、日本のねオリンピックに相撲が加われば、皆さん6個ね金メダルが増える。まあ、そして銀メダル銅メダル合わせたら、まあ、ほぼ全階級なんで、まあ、多分12は取れると。全部合わせてねメダルが、まあ、こう考えるとやっぱ東京オリンピックでね、オリンピック種目に相撲を追加しておくべきだったね。まあ、もしあったらね、これだけのね、メダルが取れるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、ここまで話してきたんですけども、まあ、その世界大会のね、現状っていうのをちょっと話しておくと、まあ、僕がね、アメリカ行ってすごく思ったのが、この世界大会に対する日本とそれ以外の国のまあ、意識の違いっていうのをすごく感じましたね。日本のっていうか、特に日本男子と他の国って言い方がいいのかな。っていうのも、まあ、日本の男子で学生で相撲やってると、アマチュアレベルで相撲やってると、相撲の大会ってたくさんあって、まあ、かなりね、盛り上がる大会もたくさんあると。そして、まあ、やっぱ一番権威のある大会は、まあ、高校生だったらインターハイだったり、大学生だったらまあインカレとか、まあ、全日本選手権とか、やっぱ国内の大会に目が向いてるわけで、この世界大会っていうのはね、まあもちろんみんな真剣にやってるんですが、まあいまいちこう、なんて言うんだろうな、まあオリンピックのね、アスリートみたいにこうピリついてないとこがありますよね。まあ勝てたらいいなぐらいの。まあもちろん勝とうと思ってやってるし、本気の人がいるのも分かってるんですけども、まあなんとなくそういう感じがするね。日本人のね、
情熱が足りてないっていうよりも海外勢がねすごく気合入ってるんですよ。やっぱ海外勢にとっては相撲の大会なんてレアだし、まあ世界大会なんてね1年に1回しかないってことで、もう国をね代表してやっぱ勝てば世界チャンピオンなわけですからね。というわけで、まあ、めちゃくちゃ気合入ってると。もうロシアのチームなんてね、そのためにねもう四六時中トレーニング稽古ばっかりして、まあ気合入ってるということで、日本の選手が低いってよりもこれは海外の選手が特にモチベーションが高い。やっぱ世界大会っていうのを一番の目標に据えてるから。これがね日本の特に男子との違いなんだよね。日本の男子は国内大会が一番だと思ってる。まあそれは俺もそう思う。日本の国内大会が一番レベル高いと思うし、まあただね女子となるとまた話は別で、日本の女子のチームは国内大会も大事なんだけど、やっぱりね大会数が男子と違ってそんな多くないってことで、世界大会をねすごくこう第一の目標に掲げている選手っていうのは多い気がしますね、日本の女子は。まあそういうこうなんていうんだろうな、エネルギーの差がやっぱ日本の相撲がアマチュアレベルでも世界一強いとは思うんですが、いまいちねこうメダルにつながっていないというか、気合のね入り方みたいなのが差は感じるなと思いましたね。まあこれはね決して日本のチームが頑張ってる頑張ってないとかそういう意味ではないんで、ただ海外のチームが本当目の色変えてやってるって、まあ、そういう話ですね。まあ、ただこれがもしねオリンピックとなったらまた話は別だと思うんですよね。みんなオリンピアンになりたいし、オリンピック金メダリストっつったらねもうめちゃくちゃすごいことですから、もうそうなったらね日本も本当にまあ本当全階級制覇してもいいぐらい気合入ってメダルも増えてもう万々歳なんじゃないかなと思います。はい、ということで、もしオリンピックに相撲競技が追加されたら金メダルはいくつ取れるのかという、そういう話でした。この動画で相撲がオリンピック競技になった方がいいと思った方は、まあ、ぜひまあどういう活動したらいいか分かんないから、とりあえず高評価とチャンネル登録してください。はい、ということで終わり。アディオス。